どうも大島ちゃんです。今日は福井市西海保のラニー福井貨物の本社跡地にやってきました。実はこのラニー福井貨物は移転するということで、今は解体工事が行われている途中ですね。実はこの場所に、イオンリテールですかね、これが出店を検討しているということらしいんですね。これはまだ検討しているところなんで、実際、出店するとは決まってはいないんですけど、もしこれ出店することが決まった場合、この場所にイオンの、スーパーか、そういった店ができるということになりますね。イオンリテール株式会社ということで、まだマックスバリューとはまた違うらしいんですよね。イオンスタイル、イオンスーパー、ちょっとわかんないんですけど、そういった、店ができる、一応もしで、実現した場合はできるということらしいんですよ。それで実際この、場所に来て見てるんですけど、この敷地は結構広いことは広いんですけど、どんだけの面積があるのかちょっとわかんないんですけど、この大きさだと、そうですよね、ちょっと平屋のスーパーマーケット、それとちょっとしたいろんな飲食店とかあるような感じの店になるんかなと思うんですけど、この面積ではイオンモールはまず無理だと思うんですけど、この場所にもしイオンが、スーパー、そういった形態で出店したとしても、この近く、すぐ近くなんですけど、平和堂のスーパーがあるんですよね。それともうちょっと行ったところにもアルビス、ここら辺は本当にスーパーの激戦区ですよね。それでいて福井市内の町の中で人口も多いんで、場所的には確かにイオンさんもここに出店したいとは思うんですけど、この福井市民の方も多分イオンに出店してもらいたいと思う人はたくさんいると思うんで、イオンさん出店お願いします。こういったスーパーとか、マックスバリューとかですかね、一緒なのかもしれないんですけど、あとウェルシア薬局、イオン系列のお店ですよね。そういったものがこの福井県内に今から、ぼちぼちできて、そしてだんだん増えてくれば、そのうちこの福井にもイオンモールが、できる可能性が、あるかもしれないですよね。そういったことを、我々福井県民は期待してますんで、とにかくイオンさん福井の方に出店お願いします。